皆さんとうとう振りが、あの振りが皆さんできました。振り、OK。次はファンキーモンキーベイビーさんに告白歌うんですけれども、あの皆さん、大好きだで、じゃあ皆さん、大好きだで、これいこうか、大好きだ、大好きだ、OK。練習いくよ、大好きだ、大好きなんだ、それ、OK。OK。じゃあみんなやろう、サビでね、よろしくね、ちょっと一体感を出していきましょうということで。いきますよ。難しいとかもう俺の路上ライブではみんないらないからね。オッケー、大好きだ、みんなこれやって、強制みんなちゃんとやってくださいね。やってくれるんですか。やりましょう、一緒に。大好きだよね。オッケー。君に伝えたいことがある、胸に抱えたこの想いをうまくこと早くできないけど、どうか聞いてほしい。いつの間にか夜も眠れないくらい君を思っていた。眠ったって夢の中で探すくらい思いが募っていた。君に全部伝えたらこの関係壊れちゃいそうで、でも友達のままだ辛くて、だから全部伝えたくて、膝君の目の前に立つと勇気が臆病風に吹かれ、散々予習したフレーズ胸から溢れ出して忘れ、熱くなることが痛いくらい本当に僕らしくない。もうかっこ悪くてもいいや、とにかくみんなでいきますよ。大好きだ、大好きなんだ、それ以上の言葉をもっと上手に届けたいけど、どうしようもなく溢れ出す想いを伝えると、やった、大好きしか出てこないね、ただそれだけで、でもそれが全て。それは僕と君とが出会えた日で、突然の恋が始まった。顔もスタイルもすごくタイプ、上級の真ん中ストライク、君の笑顔は自由だった、そんな君に夢中だった。それから毎日電話で長話でも緊張してまた空回り、誰にも負けないでかい、そんな気持ちに気づいてるかい、抑えきれない思いが増したから、勇気を出して一か八か、飾らない気持ちを持って今。じゃあみんな行きますよ、もう一回。大好きだ、大好きなんだ、それ以上の言葉をもっと上手に届けたいけど、どうしようもない溢れ出す想いを伝えると、やっぱ大好きしか出てこない。ありがとうお姉さんたち、いいですね。これ同時ぐらいの人たちがみんなでこう一体感を出してた状態が OK。 本当は怖くて不安もあるけど、君のこと君の夢守れる、もっと強くなると約束して、今すぐにまっすぐに君の街へ、君の持てなす距離が全力の、大好きだ、大好きなんだ、それ以上の言葉をもっと上手に届けたいけど、どうしようもなく溢れ出す想いを、君に伝えたいことがある、胸に抱えたこの想いをうまく言葉にできないけど、どうか
応援すごいお願いします。いやー、ありがとう。